まあ、トラブル対処っていうことなんですけど、自転車を皆さんおもちゃのように扱うことってできました。前側の足にすごい押し潰されるか、皆さん日本としてはジャパニーズはどういった体験かどうなれますか。壊した前足は丘の町ピエセンチュリーライド、たくさんのサイクリスト、そしてチャリダーの皆さん方にお集まりをいただき、そして多くの方々にご支援をいただき、開催をできますこと心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。この大会は秋の美瑛町を皆さん方に感じてほしい、風を感じ、そして風景を見ていただき、さらには味わいもしてほしいなということで準備をいたしました。今日明日のこの大会が素晴らしい大会になりますこと、そして皆さん方が思い出に残る2日間にお過ごしていただきますこと、心からご祈念を申し上げ、ご挨拶に返させていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ今日は一日頑張りましょう。